私が来たからにはもう安心です。私は四季役、ヤマザナドゥ。地獄は是非局局長に勤めるエンマです。なるほど。あなたの過去は、この上張りの鏡でもうまく見えないようです。しかし、不安に思うことはありませんよ。私があなたの命運に白黒はっきりつけて差し上げますから。そして必ず、 あなたをふるさとへ返して差し上げます。これは私の屈読ではなく、あなたの積んだ徳ですよ。今日もお話をしに来ました。あなたの聞き入っている顔を見ると、ついつい長く話してしまいます。さて、前回までの話は、小町を見かけませんでしたか何かおかしな事態に巻き込まれてなければいいのですが、 見つけたら強めに注意しなければえ私の話はためになるからもっと話してほしいあなたは素直すぎますねですが <laughs> ありがとうございます忘れられても私は何度でも話します道を踏み外せば何度でも連れ戻します 魂が滅ぶままになどさせませんよ。課題ですか。私が手伝いますから、一緒に頑張りましょう。課題を終えましたか。よく頑張りましたね。文が届いているようですね。読んでみましょう。少し休憩しましょう。さて、先ほどの弾幕戦についてですが。 お使いからどなたか帰ってきましたね。お迎えに行きましょう。というお話なのです。この教えは、実はその教えはこういう意味で。というわけで、今のあなたに必要なのです。向かってくるなら、振り払うほかありません。無用に罪を重ねるなど、愚かな。勝利ですね。 考え無料。先へ進みましょう。敗北です。とても無念です。ふっ、えぇ、ー、ほぉはぁすいととそれは得が高い。説教の時間です。わかりました。承知です。それはいい。 判決。審議します。入廷します。断罪です。審判です。<laughs> 聞きません。無駄です。ありがたいです。<laughs> しくじりました。すでに審判は下ったのです。 懺悔してももう遅い審判ラストジャッジメント有罪かそれとも無罪かあなた本当はもう分かっているのでしょう審判ギルティー,オーはノットギルティー